はい、どうもレイです。この間電気屋さん行った時に面白そうなものを見つけたので買って帰ってきました。連射コントローラー、これはあれなんだって、ボタンを押したらそのボタンが連射になるんだってっていうものを買ってきたんですけど、これをあのスプラトゥーンにつないでやってみようかなと思います。今まであの純正の任天堂仕様のこちらですね、これしか使ったことなかったんですけど、初めて違うの使ってみます。重さがね少し軽かったです。あとちょっとちっちゃいイメージがありますね。これと比べるとどうなんだろう。そんな変わらないかそんな変わらなかったわ。はい、セッティングしたんですけど、俺にはこれで何が連射コントローラーなのかわからない。なんだこれ、なんか今までとそんなに変わらない。ただ形がね、丸くなってて可愛いんですけど、連射しないぞ。なんで？撮影になっちゃう。見てこれ見て押してるだけ押してるだけあ、これでも普通だ。なんか煽り方だけめちゃくちゃ速い。なにこれなんか煽り方だけ自動なんだけど、煽りが自動マシンじゃん。ここ押すだけ、ひどくないこれえ、なんで？やばいです。緊急事態が発生しました。普通に異界道で移動しようとすると、アオリイカになっちゃう。なんか、お前、アオリイカしたいわけじゃないの、ほら。ちゃんと押してるの。アオリイカしたいわけじゃないのに、移動するとアオリイカになっちゃう。これやばいよ！これやばい。これでスプレッドやったら多分通報されるぞ。どうやって戦えばいいんだ、これ。見てみんなこれはダメでしょ、これはダメよ。見てもらうと分かると思うんですけど、これで動いております。ちょっと楽しみですね、連射コントローラーどうなることやら。猫鳴いてる。はい、間違いました。バッテラストリート縄張りバトルです。よろしくお願いします。すごい。なんかね、いつも使ってるコントローラーと違うからかな。軽いんだよね。純正だと、任天堂、任天堂さんが出してる方だとちょっとね、軽くない。ちょっと重みがあってやりやすい。軽いのもまあ、やりやすいかな。これ、連射出てないな。連射出てない。どこが連射になってるんだ、今。これで、あれどこだっけ、ここだっけ、あ、写真撮影しちゃった。違う。どこか押すと、連射になるんだっけ。あれなんか連射にならない。どうしよう。どうすればいいんだどうすればいいんだ。あ、待った、やばい、アオリイカになっちゃった。俺、アオリイカ連射コントロールになった。どうしよう、これ。よかった、プラベにしといてよかった。動けない、動けない。アオリイカで動けない。ちょっと助けて、ちょ、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、これやばい、これやばい。これノラじゃなくてよかった。なったなった。これさ、あー、ダメだ。もともと連射の武器だからか、スプラシューターじゃダメだったね。もしかしたらパブロとかだとよかったかもしれん。危ねえ、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 危ねえ。あ、いる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 。当たんない、当たんない、当たんない、当たんない。弾当たんない。弾当たらないよ。これジェットパック使っていきましょう。ほい。ほい。あ、チャーカー痛いね。あ、倒したね。どうするこれ。どこ連射する？ボム連射してみる。違うんだよ。ねえ、もう違う。インク回復できないよ、これ。ほら、アオリイカ早すぎてインク回復できない。もういいよ、俺、これで、俺。これでいくわ。届かん。あ、届かない、これ。
詰めれない詰めれない詰めれない。どうしよう、怒ってる絶対これ。ごめん、プラベの人たちごめん、本心じゃないんだこれ。どうしよう、潜伏できないよみんなこれ。え、治んない、なにこれ、治らないんですけど。カモンの血だ。治らない。なんか、壊れた。俺の連射コントローラー壊れた。助けて誰か。治らせないよ、もう。治せないよ、ダメだ。